都城市では去年の台風14号で雨の量に対して排水が追いつかず道路や建物が浸水してしまう内水氾濫が発生。このうち下川東地区では住宅など109棟で床上床下浸水の被害が出ました。昨日は市危機管理課や県土木事務所など7つの関係機関の職員が下川東地区を訪れて当時の被害を確認したほか、浸水対策として市内の14地区に川の水位が上昇したことを検知するセンサーを設置することなどが共有されました。今年の出水期を迎えるにあたって去年の台風14号の振り返りを行って市役所としてしないといけないこと、迅速に対応を行うことで市民の方々になるべく負担のないような形で行っていきたいと考えております。都城市は今後も関係機関との連携強化を図りたいとしています。